どうも、スイッチマンです。第3次スーパー系ロボット対戦アルファ第37話やっていきます。前回はガイとマモルの対マン勝負でした。もうヘル&ヘブンでお腹いっぱい。では改造をしていきます。 R ガンの武器を強化取得とします。貴重な揺れ要因、あとは主力の機体のエネルギーをちょっとずつ上げとくとします。それでは始めていきます。
それではスタートです。初号機と0号機に武器が追加されてます。マゴログエクスターミネートソードと N2 地雷ですね。2号機もどうにかしてくれ。では、敵を始末していきます。熟練度は6ターン以内にクリアすれば OK のようです。そんなん余裕っしょ。この部隊めちゃくちゃ強引です。ただ息切れするのが早いだけ。蒸気船じゃなければ余裕余裕。ではある程度減らすと敵の増援が来るので、さっさと引きずり出してやるっつうの。艦長たちのレベルも上げとこうかな。まに言うは見とこ。敵の位置は射程内です。射線軸に味方機なし。両円グリーン。敵やん。おかわりを所望いたす。狙いは外さないわ。ターゲットインサイド。デッドエンドシュート。決まった。ビレッタ姉さんのノイジよねー。勝負です。ジャグジャーを使う詩人の力、今ここに龍子貨車、ジャグ終点召喚、ロゾの発揮だ。そういや、ゴッドボイスが追加されたの忘れとった。アイディーから逃げられると思うな。これはコックピット内の掃除が大変だな。カイロコスチュームもいるな。マリがライディーンに乗れたらなぁ。ゴシゴシ増援が来ると思うんですけどねー。
ついにガンバスター、一人乗り、が登場。お姉様がいないからか、稲妻キックがありません。早速バスタービームと行こうじゃないか。揺れるしね。これで決める。もう逃がさないから。バスタービーム。全体攻撃縛りかってくらい全体攻撃ばっかり使っとります。招待制になるとこうなっちゃうのでしゃあないですな。これを倒せばあとは増援の分のみ。ジェバリウムはマップ兵器の範囲が独特なんよね。なので被弾前提で近づくとしよう。さあ撃つがよい。ジェバリウムは、毒ウガの3人で削るとします。とりあえず取り巻きを始末します。迎撃艦隊、射程距離に到達しました。よし、攻撃開始。敵部隊、マクロスキャノンにて殲滅。了解。カウントダウン開始します。エネルギー注入完了。マクロスキャノン発射。あとはこいつのみ。毒ウガのトリオで削るとします。美しき調べに乗って華麗なる死を。無駄な抵抗。とどめだ。どうだ、足の腕はびくともしてないではないか。力を失うなら負けやせん。やられるわしではないわ。
では、ダイモスでとどめ。ってことで、またどっかに飛ばされるようです。次からはルートも分岐します。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。